はい、じゃあ、続きからやっていこうと思いまーす。前回は、中華の、おじさんを倒したところで、終わってたね。で、なんだっけ、あ、そう、未末デースに、戻るところから、だね、そうそう、セキュリティの解除、もらいに行きましょう。何？お、アイスマン？ふんふん。なりゆき。決定的になった今、味方としては確かにね。へへ、どうもが被ってくるんじゃないよ。そうなのか、アイス、お疲れ様です。ふぅ。よし、行こう、とりあえず、そしたら。そうなのか、アイスマンっていまだに、まあ、クライアントだけど、姿見てないからな。あれ、どこだっけ？ここだ。じゃあジャッキーさん、お元気ですか？さて、お、セキュリティをもらった京子？え？ふんふんふん。スーパーディジクネイターさんいっちゃう。え、じゃあこっから敵とかも強くなるってこと？あ、かわいい。あ、かわいい。よし！これでもらったから。さあ、どん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 下に下がりましょう。ういー、あれ？あれ？こっちか。あれ？あ、違う、間違えた。違う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 。ういー。あ、なに？物理キー。収容室。うんうん。はーい、ホッキング。何を閉じ込めてんだか。なんだろう。夢とか。これとか、あ、やべやべ。あ、やべ、監視されてるー。清掃中？これさ、ロッカーの中とか、ちょっと調べていこう。う、いやいや。何これ大丈夫かな当たって。映画で見たことあるんだよな。なんかさ、除菌するやつとか？バイオテロとか、ゾンビアポカリプスプス。あ、そうやね。え、なんか、え、なに？なんか、ちょっと待って、なんか変なのいる。あ、いや、今、いや、そうなるよな。この世界にそんな生き物、おんのかってなるよな。あ、あ、無言で後ずさり。おかしいな、モンスターパニック系の幻覚が、え、おかしいな、僕も見えるな。まさか。そんなまさか。うわ！早っ！ちょ、待って！これだ、うひぃー！え？え？え、ここからこんな戦いになってくるの？ま、どれぐらいの強さかわかんないけど。
かほど。お、てかさっき1匹だったのになんで3匹ね増えてるの。どんな攻撃してくるの。うわ、待って、凍結。あ、なかなかに体力あるな。うわー、うわー、ちょっと待って、バニラちゃんの、うっ、遅まつ、うわ、え、いや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 、おお、え、ヤザワー、許さんからな。本当にモンスターじゃん。まあ確かに、うん、ギトギト油の塊、うん、謎のモンスターが B 級映画、 B 級映画僕好きだよ。死ぬ役、あー、この中で一番最初に死にそうなキャラクターはいないね。うん、フラグ立てちゃったけ。あ、でもそのノリは好き、そんなノリは好き。よし、行こう。調べるボタンと発砲が同じなんだって。無駄に発砲してるわけではないことを言いたい。はい、じゃあここではあれか、失礼しました、汚い靴でラボに立ち入るな。いい、いいキャラをしておりますね。こいつらもだから、あの、になんだ、油の塊ってこと？なんかある？なんかあるか？重要な機密情報など、モンスターが生まれたパンデミック。あーはーはー、え、なんか変なおじさんいた。え、ゾンビなんじゃない、あれ。ゾンビですか？ゾンビゲーですか？なかなかの体力。いやー、それやめてほしい、ベトベトギトギトのやつ。はぁ、あ、はぁ、あ、なんという連携プレイなんだ。あのさ、人型の怪物はもともと人だったのか、それとも作り上げられたのか、どっちなんだろうね。もともと人だったら怖い。いや、思ったんだけどさ、絶対さ、ここのボスでさ、こういうモンスターだよね。どんなんなんだろう、楽しみだな。お、レアなアイテムが落ちてる、手をチェックポイント。お、テープ、ヨハンコールドストーン。あ、敵がいる。なんだこれは、なんだこ、え、なんかさ、絶対なんか実験とかしてんじゃない。怖いな。カウンセリング、うわーうわー。あ、鍵が使える。大きいのなんかいない？敵いない？敵！お、見て、左に誰か座ってるよ。出てなんか作ったりとかさ、なんかやってるよね、ここ謎だ。お、にしかない、にしかないよ、にしか、閉じ込められたロボ。お、ともよ、27万時間ぶり？うわ、ふんふん、あ、そうなの？そりゃ災難だね。あ、持ってる持ってる持ってる。
なに？古びたゲーム機。レアものかもしれない。わっ、そうやって去っていった。あ、待って、こっちに敵いる。あれ、スタンかけれなかった今。あれ、絶対かかったと思ったんだけど。強っ。いやー、なんでそんな野蔵ばっかりするの。可愛いからってダメでしょ。4倍返しだよ。炎上しただと。だからなんで。許さん、許さん、許さん。なんで情報を開いた今。やだわー。あ、ちょっと本当にこの扉越しの戦闘本当に苦手。これ当たってないのか、これって。当たってなくない？え、じゃあ無理じゃん。スタンかけれなくない？お、しかもレアだ。やったね。これは倒したい。いけー、逃げんなよ、逃げんなよー。かー、逃げんなよ。くロックされたクレート開けちゃうか。やっぱりさー、レアのやつを開けてった方がいいんかな。どうするか、ちょっと、どうしよう。あ、これはどれ、なんかどれかしなければいけないんだよね、きっと。お、ここになんかあるぞ。てん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 、あ、この奥いけそう。死人の中から、え、なんて、ちょっとパッと読めなかった。してスラスラ言うやついるじゃん。大丈夫だ。期待してない。よし、起動。こっち行けそうだよね。イエーイ。油目の化け物と、主人一人でくださいと、おどろ、おどワンちゃん、おどろ、ワンちゃん。あ、え、それ当たんの？敵に。だってさ、なんかさ、ベッドの後ろにいたじゃん。なんだそれ。当たり判定がわからない。シャッ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 。だってさ、さっきさ、このさ、この手術台のさ、裏にいたんだよ。それで当たんのっていう話でございます。ん、またレア武器が。お邪魔します。なんかさ、ボス、ボス来る。見て、一つだけパリーンなっとるやん。絶対なんか脱走しとるやん。今からそいつと戦うんですね。把握しました。あ、扉が閉まりました。あ、開きました。おめでとう。それか、あれかな？この中にいる、あの謎の生命体が一気にここ通った時に、あのパリーンって抜け出して一気に襲ってくる的な。人？まあ、あ、外見上ね。あ、人を改造している的な。うん。クローン！どうやら金の匂いはしてきたぜ。あ、それだけ？ん？あ、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 なるほど。
ほど。あ、まだ、まだだったんですね。これが全部人なんだって。ぞ。やっぱりかうおほんとに怪獣。ペットにしたい。うん。まず入院を進めるぜ。うわー。でもね、言うほどなんか嫌じゃないんだよな、この怪物。あ、え？あ、そういうこと？この手みたいにょろにょろのやつをまず処理しないといけないみたいな感じなのかな。いや、硬いねー。大きく育ってよー。そういう攻撃？あ、わかった。え、わかったかもしれない。このモンスターの元。これも、なんか、これさ、いろんな人が集まった怪物なんじゃない？で、手とかめっちゃ生えてるよ。いろんなところが。え、待って、体力やばい。まあ、人型の何かかもしれないけど、なんかそんな感じしない？モンスター集まったみたいな。うえ、また生えてきた？いやーい！あられちゃう！次げ、うおーうおー強っ！カウンターすごいな。いや、惚れ惚れしちゃうわ。ワンパンだって、はっ！ってやった終わってたよ。でもさ、なんかさ、あの怪物さ、まあ、襲ってきた襲ってきたけどさ、そんな悪意あるようにあんま見えないんだよね。っていう。こっちはいけないからこっちだね。お、邪魔します。お、邪魔します。お、邪魔。何もありませんか？異常はございませんか？異常はもうあるんだけど、その他とかお腹とか減ってない？お、記録テープ。うん、またか。またかね、君。え？もうカウンセリングが増えた。こっちは？おお、おお、いっぱいある！でも絶対さ、足りないんだよな。取れた。え？あ、おお、やったー！いらないの？やったー、やったー、やったー、ファンダンダン。やったね。いると思った、フラグメント機。この二つがとても魅力的だな。あ、これ、この三ついいな。あ、これもスキルポイント上昇する、上昇。フルロードの時、攻撃スキルの威力 200%。あ、わかった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 。わかんないから、一回このまま行ってみよう。うん。それがいいと思う。あ、下に降りる。あ、じゃあこっちだね。一回。え？こっちか。うおー。何？エレクトアイスマン。うん。また教えてくれたが、仕事をしたの。緑の光るプール、道が繋がっていないが、泳いで渡れる、渡れないでしょうわ。液体情報プール。うわぁ。あ、それであの、さっきみたいな、モンスターになっちゃうっていう。知ってただと？え？大丈夫だの？ほんと？うん。
橋？ともかく、アイスマン。スイッチだって。これ、泳げたりはできないと。泳いでみるっていう選択肢がね、出るかなーと思ったんだけど。これ、一回帰れるな。まあ、いいか。おっとー、どうしよう。まあ、帰れるし、セーブもできるから、今日はここまでにしようかなーと思います。意見は受け付けません。